はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日はウイコレやっていきたいんですけれども、さあ、プロメでね、はい、引く気なかったんですけれども、正直な話。フィービーがね、750溜まってしまうたということで、まあ、750溜まったらね、まあ、ワンチャンスあるんじゃないかと思ってね、まあ、みんなに一応、聞いてみようかなと思って、はい、アンケート取ったんですけれども、まあ、まさか偏るとはね。 ま正直思わなかったんですけれども、まあ偏ってしまいまして。はい。どっちに偏ったかっていうのはね、まあ、この動画をすぐ見ればわかると思うんですけれども、さあ今日はね、引く気まんまでやっていきたいと思います。よし。じゃあ、早速見ていきますか。ま w ツイッターのいつものアンケート、ま w ツイッター、YouTube ね、見ていきたいと思いますが、さあこちらですね。これツイッターですね。104票を入れていただきありがとうございます。3回引くが74%、引かないが26%ということで、 まあ、これはもう腹くくるしかないかもな。ツイッターでこれだもん。ツイッターでね、結構ね、引かない、まあ、YouTube に比べたらね、引かない派の人が多いんですけど、今回もね、強気。ちょっとね、僕煽りすぎたかな。うん。ちょっと煽りすぎたのが良くないのかもしれないね、これはね。うん。<laughs> まあ、73ぐらいで。まあ、73よりもまあ、上だからね、74%と26%なんで。 はい。まあ結構想定外の結果になったんですけれども。まあこれを踏まえてですよ。YouTube さんはね、結構引かせたがるんでね。<laughs> じゃあこれを踏まえて YouTube の結果を見ていきましょう。こちらです。意外とこちら低いんだよね。これは意外でした。本当に。僕はビクビクしながら見に行きましたよ。うん。で、51票ね、入れていただきありがとうございます。3回引くが69%。引かないが31%っことここはもう綺麗に73ぐらいかな。 まあでも、票数の差からすると、まあ、引くの方がね、7割は超えそうですよね。うーん。まあ2対1ぐらいなんでね。うん。70数ーパーにはなりそうですね。はい。まあ珍しくね、YouTube 選手の方がね、はい。YouTube 選手の方が、引く確率は、まあ低いと、まあ言っていいんでしょう。まあそんな変わんないですけど、はい。まあこれを踏まえたね、計算結果はこちらでした、ちなみに。引かないが28パー。3回引く72パーということで、まあ僕も腹くくってきました。 これはさすがに。うん。まあまあ、2分1なんで、まあ引かないに止まる可能性全然あるんですけれども、まあさすがにね、7割超えちゃうとね、今までルーレット回して、7割が止まんなかったことなんてないからな、確か。ないと思う。まあでも、今後あってもおかしくないんですけど、ここなのかどうかわかんないですけど、まあないと思うんで、今日はね、もうこのまま、まあ、僕も引く気満々できたんで、はい、引く方で。 はい。なんとかね、止めれるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速ルーレットに行きましょうはい。ということでね、やってまいりました、ルーレットに。じゃあ早速、いつも通り作っていきたいと思うんですけれども。じゃあまずデータをセットしていきましょう。はい。まあ、項目2つですね、今回は。え、引かないが、ここね、引かないね。これ28%ね。28%で。3回引く。3回引く。 これが72。<laughs> 72は <laughs>、これは止まるだろう、さすがに。じゃあイエスで追加していきたいと思います。いやー、これは止まるって。<laughs> これは止まるな。よし、じゃあ早速回しますか。これはもう逃れられないと思うわ。うん、いきます。でもさ、一応73なんだよね。うん。さあ、どうなるか。 さどっちだおお引くんかい。いや、引かないで止まるかと思ったな、ワンちゃんということで、じゃあ皆さん、ここからちょっと長くなりそうなんで、やっていきたいと思います。早めに。じゃあ、ウイコレアプリに行きます。はい、ということでね、じゃあやっていきたいなと思うんですけれども、はい、まさかね、まあ僕もここまで飛ばしてね、いざ引かないってなったらどうする気だったんだっていうね、尺が足りなさすぎてね。 もうすごい、今までないスピードで来ましたけれども。まあね、気合い入れてやっていきたいと思いますよ。<laughs> まあさすがにね、今日は止まる気がしたんでね、ちょっといろいろ飛ばしまくったんですけど。まあちなみにちょっと詳細見ておきますか。はい。まあ3回目まで。3回目はね、星5確定なんですけど、さらにレジェンド確率20%ということで、まあまあ5分の1ですよね。うん。で、一応まあ対象がね、今回オリバー・カーン選手が新しく出て、まあラウール選手とバーティス・トゥータ選手。 はい。まあ、全員欲しいっすね。<laughs> 引くなら参戦者欲しいです。はい。もう野望はでっかくやっていきたいと思うんですけれども。まあ、欲はね、でもなるべくね、表に出さずに隠しつつやっていきたいと思います。<laughs> はい、お願いします。じゃあ早速いきますか。3回あるんで。はい。じゃあ1回目。いやー、これゼロよ、ほぼ。ここ蹴ったら。まだ貯めるけどね。うん。まあ、いいけど。いきます。 お願いします。さあ、頼む。よし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 。一発目からね。まあ、そりゃそうでしょここ。ここでもう終わらせよ。これレジェンド出そう、ここで。うん。楽になろう。うん。あと楽に2回で回そう。お願いします。いや、マジで頼む。もう初回大事よ、本当に。でもね、2回、二回目は僕ないと思うよ。あ、2回あるやん。よし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 、チャンス。チャンス、めちゃくちゃチャンスやん。ちょっと待って、めちゃくちゃチャンスやん。 えめっちゃチャンスじゃん。2枚これは抜かないとダメだろ。普通に。いや僕ね、2回目はね、そんな期待してないんだよ。1回目と3回目しか期待してない、正直な話。2回目で弾けるってあんまないと思うんだよね。先言っとくと。もう今更やけど。<laughs> 出た後に何言っとんって話やけどね。お前、出たから言ってんだろうって言われると思うけど、僕1回目と3回目と思ってました、正直。本当に。おおこれ複数枚抜いてんじゃねもうちょっと。 ああ、さすがに2枚かああ、さすがに2枚か。いや、こっから勝負よ。105と106よね。105と106。いきたいと思います。もうこれほんと最大の今日見せ場の可能性あるからね。皆さん、活目してください。いきます。えぇ、ー。<laughs> あと1やん。あと1か2ね。いきますよ。 やないかおいマジかよ1回目で出ちゃったよやめるマジでえ <laughs> ごめんちょっと待ってバティ・ストータ選手強いちなみに僕レジェンドで疎いんだよね正直バティ・コールポストプレイヤージャンボレ・コールデン結構強いんじゃないこれよし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 ,よしいいですよじゃあ2回目いきますか じゃあ、1枚出ましたからね。あと2枚ね。よし。<laughs> やるなやっぱ夢が。ひ、みんなやっぱ知ってるね。弾くタイミング。うん、みんなのおかげよ、もうこんなの。僕ら弾かないからね。下手したら。じゃあ行きます。2回目ね。よし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 。強いぞ。あるぞ。あるあるある。全然ある。氷場感染者あるよ。 オリバー・カーン選手、オア・ラウル選手。なんならプレメの110とかでもいいんやけどな。いきます。神回やん。え、これサムネどうしよっかな。作ってきたんやけどね、実際。2枚あるやん。は激ツじゃん。なん、にこれ。ちょっと待って。え、いったんじゃねこれまたで。さっきの流れていってるでしょも、これは。でも何が難しいってさ、上がりすぎるとダメなんだよね。 そこが難しいよね、プロメテって。いや、早くないまさか。これ5枚目よまだ。6。え ?7、8、9、10、11。5枚抜いてんじゃねえよ、下手したら。お前、<laughs> マジかよ。<laughs> ちょっと待ってくれよ。5枚抜いてんじゃねえかよ。なんだよ、プロメテって。やばいじゃん。毎回回してたろ、こんなのガチャ。マジかよ。 ま、ここまではね、超えてないんですけどね。ね103か。おお、ウッパー。帰ってきた、ウッパー。もう一番、愛してた、ウッパー。さあ、行きます。こっからね。もうちょっとでいいですよ。はい。ちょ、ちょっと、ちょっと。いや、行き過ぎ行き過ぎよ <laughs> ちょっとっだってここまで行ったやったらプレメくれ。プレメのセレクトくれ。あと1か2いけよ。絶対行けよ。

マジっすかそう2連続セレクトぶち抜いてるんですけど。で、しかも星、星55枚出たわ。しかも、マル、マルキーニョス選手も出たわ。ウーパーも出たわ。何これ壊れてんじゃん、これ。あと1回あるけど。もうやめていいんじゃない本当ここで。もうここでやめる理由ないけど。ちょ、待って、これ、残り1個、本当に、セレクト出たら、僕、やばいよ。もう1、1ヶ月はみんなおとなしくしといたらいいよ。うん、さすがに。じゃあ、いくよ。 ここ <laughs>、ちょっと待って。予想外すぎて、ちょっとなんか、発作みたいな出てきてるわ。どうしたらいいこれもう。ちょっと代わりに誰か引いてくれんか、ここ。もう引ける気がしないんだよ、正直。うん。僕、2連続セレクトなんて引いたことないよ、今まで。人生で1回もない。うん。こんな出るの、出る時って。やっぱこのアカウントさ、当たりアカウント説あるよね。じゃあ行きますわ。頼むよ、最後も頼むぞ。あれ いやでも分からんからな。赤旗だから出る可能性もあるからな。さあ行きますわ。え、マジか。ちょっと待って、これどうしようかな。スタメンどうする褒めが変わるな。2枚、これ育てれん、育てれんけどね、そもそも。どうするみんな。僕一応ね、凸はね、2凸分ぐらいあるんだけど、まあ一応取っといたんだよね。うん。まあ、やっぱ、ウイコレのトツってもったいなくしたくないじゃん。まあ いいんだけど、カンテ選手とかに振ればいいよかった話やけど。さあ。いや、あるからな、ワンチャン。20%なら赤からでも。あるある、全然ある。うん。<laughs> ある、絶対ある。自信ある。正直、こう、引いててもおかしくないと思う。いきます。はい。ないね。はあー、なるほどね。まあまあ、でもいいやろ。いや、いいやろ。 いや、頑張ったろ。<laughs> 褒めてくれ。<laughs> 頼む。まあ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 。いやバティ・ストータ選手の評価ってどうなんちょ教えてください、皆さん。ちょ僕本当にレジェンド縁がないんで知らないんですよね、正直。っていうことで、うん。もう立派じゃない星5が1、2、3、4、5、6、7、8枚、9枚か。で、セレクト2枚。で、マルキニョ選手とかもまあ、スタメン入ってくるから、 めちゃくちゃ補強できた。ただこれ育成が大変。で結構シビアに売っていっていいかな。クリホビアク選手とかこれは売っていいやろ。うん。売るね。売るよ。もう売っちゃうかんね。キーパーも、キーパーって今誰だキーパーって今誰がしてるんやっけあ、ドナルマ選手か。さすがニラやろ。うん、この二人売っていいとして、ガービー選手は残しとこう。ウーパーも残すか。 サンドロ選手まで僕正直いらないと思うんだよな。売っていいかな。売るか。あとは、イリチッチ選手ね。正直どう思ういる売ってもいいと思うんだよな。もうフォワードだっていらないでしょ。だってこの2人使うってなったら C 褒めとかかな。4、3、3、C とかがいいかな。とりあえず。うん、良さそうやね。 433C とかで行くか。ジャンボレなくてもやれるもんね。うん。いいんじゃないですか。何よりここでかいよね。ここの補強もでかいよ。うん。普通に。ボランチ。これでだってマルキニョス選手とカンテ選手で組めるし、まあ最悪 C にするんやったらボランチにマルキニョス選手を置いて、まあセンター、ミッドフィルダーにね、カンテ選手を置けばいいし。 えぐいね。<laughs> いや、大補強でした。皆さん。ちょっと入れていくか。入れていくとしたら、うんと、ちょっと待ってね。これちょっと新しく作るか。これちょっといらないね。なんだこの方やまあだいたい C、まあ C かな。C に変えて、ちょっと待ってね。うーんと、まあ、こここうして、 こうして、うーん、こうして、こうかこれ、ジョタ選手ってでも、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。どうやろこうかな。こうだな。ジャンボルが生きてこねえのか。まあまあいいや。まあでも、とりあえずこんなもんでしょ。うん。こちっベンチに入るかな。さすがに。 まあ、ここちょっとベンチワークはいろいろ変えないといけないですけど。まあまあ、でも、多分こんな感じでしょう。はい。うん。いいね。見栄え良くなりましたね。ここ二人ね。いいね。これちょっとわ、ちょっとやる気出てきたぞ。<laughs> ちょっとやる気出てきた。正直。まあ、色物、色物アカウントと思ってたけど。うん。まあ、やっぱ弾けるとき、やっぱね、弾けるときって結構弾けるよな。一発目で。二発目期待してないって言ってごめんね。 3、うん、発目が一番ダメだったわ。一番期待しなきゃいけないとこね。うん。どうするフリーキッカーは、まあ、バッティでいいよね。うーん、コーナーキッカーは、うーん、まあ、とりあえずいっか。スナクロ持ってたっけあ,あいや、こうやね。これ解放してこうだな。PK どっちがいいんやろうな。普通に。これバティ・ストゥータ選手、 あゴールデンストライカーか。こっちもゴールデンストライカーだね。まあい、いっ、いっか。うん。いや、素晴らしいでしょ。いや、今日は勝ちだな。よし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 。まあ、あ一時ちょっとね。ま、あちょっとまた冬眠しますわ、これは。はい。また頑張ります。はい。<laughs> ということで。じゃあ今日の動画、ちょっと長くなりましたけど、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。 はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日はウィコレやっていきたいんですけれども、さあ、プロメでね、はい、引く気なかったんですけれども、正直な話。フィービーがね、750溜まってしまうたということで、まあ、750溜まったらね、まあ、ワンチャンスあるんじゃないかと思ってね、まあ、みんなに一応、聞いてみようかなと思って、はい、アンケート取ったんですけれども、まあ、まさか偏るとはね。 ま正直思わなかったんですけれども、まあ偏ってしまいまして。はい。どっちに偏ったかっていうのはね、まあ、この動画をすぐ見ればわかると思うんですけれども。さあ今日はね、引く気まんまんでやっていきたいと思います。よし。じゃあ、早速見ていきますか。ま w ツイッターのいつものアンケート。ま w ツイッター、YouTube ね、見ていきたいと思いますが。さあこちらですね。これツイッターですね。104票を入れていただきありがとうございます。3回引くが74%、引かないが26%ということで。 まあ、これはもう腹くくるしかないかもな。ツイッターでこれだもん。ツイッターでね、結構ね、引かない、まあ、YouTube に比べたらね、引かない派の人が多いんですけど、今回もね、強気。ちょっとね、僕煽りすぎたかな。うん。ちょっと煽りすぎたのが良くないのかもしれないね、これはね。うん。<laughs> まあ、73ぐらいで。まあ、73よりもまあ、上だからね、74%と26%なんで。 はい。まあ結構想定外の結果になったんですけれども。まあこれを踏まえてですよ。YouTube さんはね、結構引かせたがるんでね。<laughs> じゃあこれを踏まえて YouTube の結果を見ていきましょう。こちらです。意外とこちら低いんだよね。これは意外でした。本当に。僕はビクビクしながら見に行きましたよ。うん。で、51票ね、入れていただきありがとうございます。3回引くが69%。引かないが31%っことここはもう綺麗に73ぐらいかな。 まあでも、票数の差からすると、まあ、引くの方がね、7割は超えそうですよね。うーん。まあ2対1ぐらいなんでね。うん。70スーパーにはなりそうですね。はい。まあ珍しくね、YouTube 選手の方がね、はい。YouTube 選手の方が、引く確率は、まあ低いと、まあ、言っていいんでしょう。まあそんな変わんないですけど、はい。まあこれを踏まえたね、計算結果はこちらでした、ちなみに。 引かないが28%。3回引く72%ということで。まあ僕も腹くくってきました。これはさすがに。うん。まあまあ、二分位なんで、まあ引かないに止まる可能性全然あるんですけれども、まあさすがにね、7割超えちゃうとね、今までルーレット回して、7割が止まんなかったことなんてないからな。確か。ないと思う。まあでも今後あってもおかしくないんですけど、ここなのかどうかわかんないですけど、まあないと思うんで、今日はね、もうこのまま、まあ、僕も引く気満々できたんで、はい。引く方で。 はい。なんとかね、止めれるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、じゃ早速ルーレットに行きましょう